次に伊佐真一君。はい、委員長。伊佐君。おはようございます。公明党の伊佐真一です。冒頭、大臣に質問させていただきたいと思います。集団的自衛権についての議論でありますが、今のこの15事例、与党の中で協議を一つ一つ進めさせていただいているところですが、この中で様々な議論の結果、もし集団的自衛権がどうしても必要だというような事例が一つでもあった場合、その場合にはある方は例えば、そういう場合にはもう即憲法解釈の変更が必要だと、まあ、そういう方もいらっしゃいます。でも果たして本当にそうなのかどうかということについて、私は今回この抑止力とまたリスクのバランスをどう考えるかということについて冒頭大臣に質問させていただきたいと思っております。この集団的自衛権の行使に積極的な方々の理論はどうかと言いますと、これはまずメリットとして抑止力が高まると、つまりこの日米の安保体制が強化されて、そしてこの緊密な姿勢を対外的にも示していくということで、この抑止力が高まるんだと、つまり戦争をなかなか仕掛けられなくなるんだという、これが抑止力の論理だと思います。ではこの集団的自衛権の行使に慎重な方々は何を考えているか、何を一番心配されるかというと、リスクだと思います。そのリスクというのは、一つは巻き込まれるリスクです。他国の戦争と、その戦争に自国も巻き込まれる可能性が一段と高まると。そしてまた一つはこの安保環境のこの緊張が高まるリスク、つまり安全保障のジレンマと言われるものです。我が国の安保体制をより強化することによって、もしかするとそれを敵対する他の国もその安保体制を強化してくると、そしてよりリスクが高まっていく、この安全保障のジレンマというリスクも考えられるわけです。で、この抑止の効果とリスクとどっちが大きいかということなんですが、この今15の事例を議論する中で、さまざま、もしかすると一部は運用の問題で解決できるかもしれない、一部は警察権で解決できるかもしれない、一部は個別的自衛権で現行の解釈で解決できるかもしれない、でその議論の結果、もし一部集団的自衛権でしか解決できないというものが出てきた場合、これは当然そのさまざまあるシチュエーションの中で一部なわけです。さまざまな議論のこのほんの狭い事例を担保するために集団的自衛権を可能とするということで、これによって果たして抑止力という観点でどれぐらい高まるのかということが一つ議論だと思います。じゃあリスクはどうかと、我が国が集団的自衛権行使できるということになった、その時に巻き込まれるリスクがどれぐらい高いか、あるいはこの安全保障のジレンマと言われるリスク、私はこちらの方がリスクの方がなかなか全然大きいんじゃないかなと思っております。まあ、そういう意味では集団的自衛権を可能とすることで、抑止力の方がリスクよりも高いと説明することはなかなか難しいのではないかと私は思いますが、大臣にお伺いします。この集団的自衛権の行使によって抑止力とリスクのバランス、どちらが大きいとお考えでしょうか。小野寺防衛大臣。この議論の前提となっているのは、これは我が国の国民の生命財産、領土領海領空を守るということの中で、どのことが実際問題として直面するんだろうかというところが実はスタートだと思います。ですから今の与党間で行われている議論の中でも、我が国に例えば安全保障上重大な問題がないような状況での想定というのは15事例の中でもないんだと思います。あくまでもこれは我が国に対しての影響がある、たまたま例えば米韓防御の例がございましたが、防御の例を私見ておりますと、これは我が国に対しての安全のために出ているアメリカのイージス艦に対して我が国がどう防御するかという、そういう議論からスタートしていますので、例えば全く我が国に安全保障上影響がない中で、例えばその今の事例の中でこれをしなければいけないというような例はないんだと思います。あくまでも我が国に対してこれはこのまま見逃すと我が国の安全保障上、あるいは我が国の国民の生命財産に大きな影響がある可能性が高い、その時にどうするかという議論ですので、例
えば何もしなかったら、リスクはないのかというと、実は何もしないことによってむしろリスクが高まるという、そういうこともあるというのが今回の例だというふうに理解していますので、確かにそのバランスは大切だと思いますが、まずこの問題のスタートをよく私どもとしては認識するということを私は考えております。以上、伊沢君。ありがとうございます、はい、このバランスがどうなのかということをしっかり冷静にまた丁寧に議論する必要があると思いますので、しっかり我々も議論していきたいと思います。次にこの15事例の議論の中で少しちょっと懸念に思っていることがございます。それは何かと言いますと、先日予算委員会で安倍総理への質問の中でこういうくだりがありました。火事の話があったんです。何かと言いますと、隣の家が火事になったと。その時にその火事が、隣の家の火事がどんどん大きくなっていると、もしかすると我が家に燃え移ってくるかもしれない、そういう状況の中でこの燃え移ってくる前、まだ隣の家のぼやの段階でこの一緒に消火できるような、そういう手段、カードっていうものを持っててもいいのではないかという質問がございました。でこれ何を意味しているかと言いますと、いわゆる先制攻撃です。つまりまだ我が家に燃え移ってない、その燃え移ってない段階でそれに対してどう対処できるかと、いわゆるプリエンプティブアクションと言われるものですが、この差し迫った危険がある、それを防ぐために武力を持ってそれを講じることができるかどうかという議論を誘発するのではないかと思っております。そこで法制局に伺います。この我が国が先制攻撃を行うということは認められているでしょうか。横畑内閣法制局長官。政府は従来から我が国の自衛権の発動が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしております。ここに言う武力攻撃が発生した時点とは、我が国に対する武力攻撃の恐れがあるだけでは足りないが、攻撃による現実の被害の発生まで要するものでもなく、武力攻撃が始まった時点、すなわち相手方が武力攻撃に着手した時という意味であると解しております。我が国に対する武力攻撃が発生していない段階で我が国が武力の行使を行うことはできないと解してきております。なお、あくまでも一般論として、申し上げるわけでございますけれども、いわゆる集団的自衛権の行使は自国と密接な関係がある他国に対する武力攻撃の発生を要件として、おるところであり、いわゆる先制攻撃の問題とは異なると理解しております。以上、伊沢君。ありがとうございます。先制攻撃というのは認められていないと。で、まあ、当然この先ほど着手の話もありましたが、着手した段階で認められるというのはあくまで着手自体が武力攻撃だというふうに認定できるからだと思っております。でそういう意味で、ところが今この議論の中でこの先制攻撃的な考え方というのが随所に見られるのではないかと。例えばこの安保法制局の報告書の中でも、この集団的自衛権の行使の要件ということで、当然まあ我が国に対して直接の攻撃はないと。その段階で、その上で我が国への直接攻撃に結びつく蓋然性が高いとか、あるいは我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるというようなことが示されているわけです。つまりこういう議論、あるいは先ほどの火事の例もそうなんですが、極めて先制攻撃に近いような議論がなされているんじゃないかなと思っております。でこのぼやの段階で止めるような手段を持つべきだという質問に対して、その時総理は明確には答えておられませんでした。そこで外務副大臣お伺いしたいと思いますが、よめはこの集団的自衛権の議論の中で先制攻撃というものが可能となるということはないんだということを明確にご答弁いただきたいと思います。岸外務副大臣。多少繰り返しになる部分もありますけれども、集団的自衛権とは国際法上一般に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力を持って阻止することが正当化される権利と解しておるところでございます。集団的自衛権は国連憲章第51条に明確に規定されております。今日では国家が有する国際慣習法上の権利であると考えられておるわけでございますが、国際法上集団的自衛権を行使するためには、先ほども答弁ありましたけれども、武力攻撃を受けた国の要請または同意が必要である。すなわち、武力攻撃の発生が
集団的自衛権の行為の前提になるわけであります。集団的自衛権の行使が容認されることによりいわゆる先制攻撃が可能となることはないと、こういうことでございます。以上。石田君。今この15事例で上がっているものの、その武力行使に当たり得る例として上がっているのは、その米軍が武力攻撃を受けた、先ほど長官も強調されました、なおの後で武力攻撃を受けた後の段階の話だと、つまり国連憲章51条の下での自衛権での話だというのが今の事例の話であるはずなんです。ところが今本当にこの例えば米国がこれまで歴史上この国連憲章51条に基づいてだけ戦争してきたかというと決してそうじゃないと。例えば一番最近このイラク攻撃2003年、これも何で攻撃が始まったかというと、まさしくプリエンプティブアタックです。つまり先制攻撃で戦争が始まっているわけです。ベトナム戦争だってそうです。これもトンキン湾事件というのがあって、このまあいわゆるでっち上げで戦争が始まっていると、こういうようなリスクが非常に高いと私は思っております。そういう意味では今の15事例の議論を聞いて、またこの国会の質疑とかあるいは火事の例を聞いてても、どうしてもこの51条、国連憲章51条の話だけではなくって、もしかするとこの先制攻撃と、このこういうような構図に踏み込んでしまうんじゃないかというようなこの不安を感じていらっしゃる方々もいると思いますので、あえて質問させていただきました。次の質問させていただきます。スケジュール感の話です。これ安倍総理も高村副総裁もこのたびたび期限ありきではないというようなことを明言されております。でこの安保法制のこの議論を急ぐべきだとおっしゃる方々っていうのは、よくこの理由として挙げられるものはこの日米ガイドライン、このガイドラインが年この12月末までに何としても決めなきゃいけないんだと、だから急がなきゃいけないんだという方々がいらっしゃいます。そこで質問させていただきます。このガイドラインの改定、絶対に本年12月までじゃないとダメだという理由はあるんでしょうか。はい、一口防衛政策局長。お答え申し上げます。今の日米防衛協力のための指針、これできましたのは1997年、まあ、いわば冷戦終結から間もない頃でございます。で、その頃からもうすでに17年近くが経っているわけでございます。で、国際情勢、我が国を取り巻く周辺環境というのも大きく変わっております。そしてまた我が自衛隊の役割、これも国際協力をはじめといたしまして、変化をしてまいりました。それから自衛隊の、まあ、防衛力整備面でもですね、能力面におきましても変化をしてまいりました。つまり当時はまだ、例えば一例で挙げますとミサイル防衛システムというものを持っておりませんでした。そして、今後の防衛力整備 そのプライオリティといったようなことにつきましても、防衛計画、新しい防衛計画の大綱で、これが決められるといったような大きな変化もございました。またアメリカの側にもおいても大きな変化がございました。ということで、今日の国際情勢等を踏まえますと、やはりアメリカとの その幅広い協力のあり方ということについて、新しい、このガイドラインを作って見直していくということは、まさに喫緊の課題であるというふうに考えておるというところでございます。そして、また昨年10月の2プラス2で大臣官でお決めをいただいたという大変重いものであるということでございまして、この今年の12月までに見直すということはぜひとも必要であると考えております。以上。石井新一君。つまり今先ほどおっしゃったように、今のこの現行の解釈、現行の法制度の中で、考え方の中でガイドラインを今作ってますということだと思うんですが、これ前の中島委員の質問でもあったと思うんですが、この今のこの一生懸命議論している、この議論している内容というものには触れずに、とにかく現行の考え方、現行のままでガイドラインを作っていくと、このガイドラインに果たして意味があるんだろうかということだと思います。でこれ今議論させていただいているのは集団的自衛権の話だけではなくって、例えば武力攻撃自体に至ってないこのグレーゾーンの話だったりとか、あるいは後方支援のあり方であったりとか、これいろんな議論してるわけです。日本が何をどこまでできるかと、こういう議論をやってるわけです。ところがこういうものを全部この置いたままにして、とにかく12月締め切りが絶対なんだと、だからもうこの冷た議論今現在進行しているにもかかわらず、とにかく急げと、私はそうじゃないんかと、ないんじゃないかと思います。逆に国内でしっかり議論して、皆さんに、国民の皆さんに納得していただけるような、こういうプロセスこそが最優先だと考えております。最後一言副大臣からいただければと思います。武田副大臣。ご指摘のように、期限結論ありきではありませんけれども、
やはり2プラス2合意というものはこれ我々は重く受け止めて、それに伴った作業というものをしていかなくてはなりません。しかしながら今与党間協議も積極的に行われておりますし、そうした検討状況というものを踏まえて我々はそのガイドラインの見直しに対処していきたい、このように考えております。以上終わります。ありがとうございました。はい。